25日、日本時間28日、日曜日、日本紺のシャティン競馬場で行われるクイーンエリザベス2世 C の枠順が発表された。連想の中山記念で競合を完封し派に乗るウィンブライト、オスゴ、ミホ、畠山吉久社は1番枠を引いた。これについて管理する畠山義弘調教師は、真ん中より内が良かったので1枠で最高です。中山の1800メートルより1コーナーまでが短いので内側のアドバンテージを活かしたいです、と笑顔を見せる。本日の調教はディアドラ同様シャティン競馬場で引き運動のみとなったが、畠山義調教師は、今回、ウィンブライトの香港遠征にあたって、香港ジョッキークラブに馬とスタッフを含めて大変良くしていただき、ありがたいチャンスを与えていただいたと思います。まだまだ5歳になっても成長し、馬体重も増加し、パワーアップして、今年の成績が出ていると思います。最終追い切りは芝コースで日本から松岡騎手も来て芝の感触。コース形態など確認してもらいました。何の問題もなく来ているので、残り数日ですが、うまく調整してレースに臨みたいと思います。と、すでに終えた最終追い切りから手応えありの様子。今回も鞍上は松岡雅美騎手。このレースに関しては日本馬が昔から参戦して、いい成績を上げた馬もいますし、コースの形状、距離もウィンブライトに適性があると思い、このレースを選択しました。この馬に関しては一戦を除いてすべて松岡騎手が手綱を取って、普段の調教からこの馬にまたがって携わってくれているので、この馬のことを一番知っているというジョッキーということで松岡騎手で挑戦しようと思いました、と、氏は鞍上に全面的な信頼を寄せる。レースについて畠山義調教師は、他の日本馬2頭は日本で G1 タイトルを取っていますし、格としたらウィンブライトより上の馬ですが、ウィンブライトも力をつけてその馬たちに追いついてきたなという感触があるので、初めての香港でもいいレースができると思います、と強気の姿勢を崩さない。